もうちょっとそっちかほうがいいんじゃないルルね。どっちでしょうか。こんばんは。これこうやってなんかできる、できる系だった気がする。でもこれ揺れちゃうのか。大丈夫よ全然。こんばんは。あー来た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 。こうじゃない。よし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 。いいじゃん。ルリさん配信始まりました。どうぞ。こんばんは。こんばんは。いいじゃん、いいじゃん。いい、いい髪が出ちゃう。うん、こんばんは。本人不在。本人来ましたよ皆さん。本人映ってないやん。頭があれ椅子あげなよ。あ、そっか、そういうこと。昨日椅子あげた。こっちを下げればいいんじゃない。あ、そっち顔がすごい。まさかの映んない。そしたらいいよいいよ、もう帰宅するから。え、最初映んない。あ、バラが、バラが、星もたくさんありがとうございます。移動完了だって。そう、みんな見てる。漏れる画角とかね。そうだ、確かに。こうか。かわいいもちゃん。あ、いい。かわいいりなちゃん。りなちゃん、りなちゃん。ちょっと、みんな移動してきたかな。なんか押してるぞ。すみません。誰も映ってない。誰の、何の、ショールームみたいな。もあちゃんとりなちゃんです。はい。はい。はい。あ、本人なくなった。本人の頭皮、本人の頭皮、本人の頭皮。こんばんは。どうぞ。こんばんは。スタコミから来てくれた方いらっしゃるかな。そうね、スタコミみんなじゃない。みんな、みんなスタコミからの幸せのモアルリナ。なんか名前がありそう。来たよ。今を生きる配信を見てます。 ありがとうございます。あ、過去を、ね、振り返らないから。そうです、そうです。スタコミから移動しました。おお。あ、りなちゃんバブル時代よ。バブル時代来た。バブル時代発生しました。何バブル時代って。なんかあのミラボールのことバブル時代ってりなちゃんが言い出して。バブル時代。スタコミって5回言ってみて。スタコミ、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 スタコミ。おお、え、実は言える。ダジャレ、ダジャレ。クラッシュオルームです。クラッシュオルーム。みんな拡散してください。ツイッター、あ、取りマーク。なお悩んでるのにってなんか。ツイッター拡散してください、今すぐにでも。さすがラジオでアナウンサー的になってたルシャ。なんだっけ、なんだっけ、なんかずっと言えなくてラジオ風になっちゃう。それではお聞きで、お聞きください。なんだかそれ系の言葉だったかな、忘れちゃった。ダジャレ。お、拡散したよって方、あ、スクショ撮るからポーズ撮ってだって、はい、みんなで写ってください。はい、チーズ。写ってないじゃん、ルリ。写ってる、写ってる。はい、チーズ撮りました。よし、ありがとうございます。あ、カニアニメ5回言える。カニアニメ、あ、神じゃないよ。神アニメ。神。神。神アニメ。神アニメ。カニア、言えない。無理です。神アニメ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 。ちょっとアクセントが違うな。神アニメ。神アニメ。神アニメ。意外と難しいかも。神アニメ。神アニメ。神アニメ。リナちゃん足がビリビリ。映ってますこれ。映ってないです。映ってないね。大丈夫。僕ボム、僕ボム、僕ボム、僕ボム。早口大会してんの。滑舌。早口大会してんの。前ね、なんかこう、うん、早口言葉を言うときに、うん、割り箸をここにつけて、何、神アニメ。アナウンサーやってるやつ。あ、やってやったことある。アナウンサーさんがさ、よく練習でやってるの見たことない。私アナウンサー目指してる。そうなの。言って、それはごめん。やるよな。実は本日の、あ、もう無理。アナウンサーやりたい。最初何がいい、はい、いいよ。皆さんこんばんは。アナウンサーってどんな感じ。私は自分がもうアナウンサーでいいんだよ。ただいまの時刻は8時5分です。
地方じゃんもう地方だよそりゃ。アナウンサー本日の天気は、そういいね、天気行こう。本日の天気は晴れです。やった寒いのでやった寒いのでマフラーをお忘れなく。マフラーもう一日終わるけど今から出かける人の方が少ない。うわー流れ星、うわー流れ星、流れ星、もっとあのアイドルのノースを目指したくないの。確かにピースピースがちゃほら映りな、頭皮が映ってるから大丈夫、誰もいなくなっちゃう、誰もいなくなっちゃうよ。天気キャスター、今日も元気に行ってくれ、いって、あ、やばい、今日も元気に行ってらっしゃいって言ってくれやつ、今日も元気に行ってらっしゃい、みんな人、今日も元気に行ってらっしゃいって言ってほしいです。今日も明日もじゃん、明日か、明日、いや今日も、じゃあ明日と明後日、朝の設定じゃない、あーなるほど、あ、あ、明日と明後日、明後日も元気に言ってる、明後日も言ってましたけど、ね、今日も、しあさっても1週間後も1ヶ月後も元気に言ってもう永遠したいよ、最終的に今日担当だったから、あ、そういうこと、そう、明後日で、で、最後全然しあさってね、しあさって OK じゃあ、もう一回行きな、行きますね、うん、今日も元気に言ってらっしゃい、明日も元気に言ってらっしゃい、明後日も元気に言ってらっしゃい、しあさっても元気に行ってらっしゃい。何これ、これみんな画面録画して夜に聞いてください。しあさってとか毎日頑張れる。おしあさってやばい、あ、そっか、 I love you、 やばすぎ、よしありがとう4日分ね見れるから、お仕事待ってます待ってます、一言メッセージのお仕事待ってます待ってます、スタコミ、あ、間違った、おいおいヒョルムすぐ言う、20日に25歳になりました、おめでとうございます。あれじゃない、成人さんみたいな、違う、私も昨日お祝いした気がする、あ、精進さん、精進さん、正義の精進さん、正し、ただ、ただ人さん、わかんない、マサトさん、マサトさん、あ、もうちょっと名前マサトさんか、おめでとうございます、やった、ありがとうございます。じゃあ誕生日近い、19日18、もう退場ですね、はい、退場です、幸せが、幸せが、もう、あ、でも19日の方もいますよ、おー、ともちゃんと1日違いで、一緒、おー一緒ではない、あ、一緒じゃない、おめでとう、おめでとうございます、やったじゃん、やったやった、17歳、覚えたよ、4月9日、やった、4月20日、おー、もうやった天才でしょ、天才です、天才、これは天才だ、嬉しい、嬉しい、超えて、うれ、ピー、 D、 D なの、え、 C、 D、 D っていうか、あ、そういうこと、 B もランク、 B、 A、 B、 C、 B かと思った、 B、 大幅な、大幅なランクアップ、 B、 B、 スコスコみたいなね、スコスコ、好きみたいな、僕も27日誕生日です、 あと1分、おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございます。やった。いいね。でもなんか早くも誕生日を迎えたらなんかあもう何十七歳かみたいなちょっと嫌な気分になる。え、わかる。なんか年取ったなみたいな。来ないでほしい。わかる。前も思った。なんで15歳みたい。やっともう思った。私もでも15歳ぐらいからなんかもう誕生日来ないで早くない、まあでも私もそうでしょ、もう誕生日来ないでほしいって思っちゃう、なんか嫌よね、嫌ですよね、なんかお祝いしてもらえるのさすごい嬉しいけどさ、そうそうそう、年を取ったっていうことがすごく嫌だ、でまださ、なんかさ、あの17とかさ、一番さ、セブンティーンって数字はいいけどさ、なんか18になるときに、あー、まあ、なってるんですよ。あーのブレですか、ちょっと待って、ちょ、わかりますよ、なんか、30代の1歳とかまた違うんですよ、そうだね、なんか、でかいんだよね、まずなんか、一桁のそうそうそう、そうそうそう、学生の1年は大きいんだよ、大きいよね。
言ってますよ。だからね、そう。セブン。マジだ。じゃあちょっと、そう十代のことだと思う。結構聞いてる。ちょっと待って違う。ママがさ、ママが31、32、33とか分かんなくない正直。分かんないもう。ちょっと一緒に感じる。印象つかないよね。分かんないですよね。そうそういうこと。でも怖いね。自分のさ、年取ったのとかさ、そうそう使わなくない？使わない。何なるんだろう。怖い。マネージャーに睨まれました。やだねえ、もうね、うん、はいはいはい、すいません、タグ？そうなんですね。喋ってください。すいません。大丈夫ですか？ルリちゃんしか好きじゃない。その言葉は私忘れない。その言葉忘れない。帰りましょう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 。それもね、あるから。そうです。ごめんなさい、本当に。いや、全然。私モアちゃんのなんかあんまり最年少ですってあんまり言わないじゃないですか。もっとなんか最年少ですってアピールしてもいいんじゃないですか。え、どうできますか。え、高校1年生15歳最年少。高校1年生15歳から最年少。え、最年少って響き良くないですか。え、いいけど、でもなんかライブとかって結構時間ないから。確かに。なんか練習してきますか。早く違う。高校1年生15歳から最年少選手。めっちゃね、めっちゃね、名前より先に。中年生？中年生？何？レッテルが可愛いなってすごい思う。ね、いいな。でもまあオーディションの時にやばい最年少じゃなくなるかも。ああ、でもそうですね。ドキドキしましたね。まだ大切な感じ。最年少っていうブランドはモアちゃんが持ってます。そうだよ。やった。やった。半吉みたいな。でも結構みんなも喜んでた気がする。モアちゃん最年少だって。ね。うん。レッテルってって言われて。確かにレッテル。はい、ブランドなんだっけ、なんか なんていうの、キャッチフレーズみたいな、違う、なんかレッテルを貼られたみたいな言い、ね、なんていうの、レッテルって。でもなんで使うんですか。ベト代名詞って。あーあー、そうそうか、代名詞、代名詞、レッテルの意味、違う、ベトなんか悪い看板だったよ。ええねえ、あれ、え、ブランド、ブランド、代名詞ブランド、JK ブランドみたいな。まだ JK ブランド私たち持ってます。そうだよ、あと2年ぐらい使える。あー、あと1年しか使えない。使え使え、だって1年経って制服着たらコスプレなんですよ。なんか嫌だよ、私が。コスプレならやだ、ね、やだ。3ヶ月して制服着たらコスプレよ。今のうちに撮ってやる。えーやだ、コスプレしたくない。まだだって、まだどういうこと、ま、今さ、今でもできるよコスプレは。ちなみに私ね、1回だけメイドのコスプレしてた。あー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 じゃあ関係ない。どうしよう、いや、でも言ってます、この人。そんな、そんな失礼な、失礼な。お前だよ。おいおいやだ。JK ブランド、JK ブランドも、JK じゃなくなってもリナちゃん素敵だよって。ほんと、そうだよ、やったー、みんな大好き言ってる方がいる。嬉しい。
今の言葉忘れない忘れない今の言葉忘れないよ、言ったからね、みんな言ったからね。だからあれなんだって、なんか制服は着れるうちにたくさん着て、あ、毎日着よう、そうそう、朝昼晩教えてもらってほしい着なきゃ制服。でもなんか私の学校結構スカート長いんですよ、うんうん、で、あの靴下も長くて、はいはい、でなんか結構みんな下ろしてるんですけど、私は寒いからもう全部上げて全部下げて足の見える面積本当に少ないみたいな。だからふくらはぎ出てるよ、寒すぎて絶対無理ですめっちゃ短いよく考えたら世の中の JK って強くないんですか。そう、でもなんか制服着てる日は寒さあんま感じないんだよね。でもなんかあるよね、ありますよね、何それ。その日例えばスカートが歩行だとしてもなんか普通に違うんですよね、違うんだよね、あ、涼しいって思ってた時ある。全然わかんない。でも見てるとめっちゃ寒そうなんだけど寒くないんだよね、別に割と耐えられるの。え、そうそうそう、でも女の子だから、違う、あ、私は私は女の子だからいけるの。いや、なんかよく聞くすごいよね、女の子だから絶対無理、ごめんなさい。だから今度やってみな、ここで本当に寒さ感じないよね。もう忘れる寒さっていう感覚が。膝が冷たくなるのが嫌だから、それはあの考えて、だから膝が冷たいのは感じないのも、だからなんか足寒いとか思わないの、大丈夫、いけるいける、頑張れ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 、もうちょっと JK よね、うん、堪能しなきゃ。そうそうそう、プロ JK、 プロ JK 来ちゃった、プロ JK、足出せる、本当にすごい。だから寒い地域でさ、うん、足出せる人ってどういう足してるんだろうってすごい思う。どういう足してるでもさ、寒い地域にさ住んでたらやっぱり寒さに慣れるんですかね。慣れるらしいね。北海道の方いいな、うん、はい、え、北海道の、うん、ママが北海道、え、嘘じゃん、お兄ちゃんの生まれは北海道なのよ。私はお兄ちゃん北海道なの。北海道出身、すごい、そう、もう出身だけどすごい、ありがとうございます、ありがとうございます、兄ちゃん何が何がでも私お母さん北海道出身だけど寒さ弱いかも、うちのお母さんは。ほんと、うん、やっぱその人によるのかな、結局は。ああ、それはあるかもしれない、うん、ね、でもなんかさ、北海道ってさ中があったかいって結構ありません。ほんとになかったか、お家があったかいか、なんかもう半袖でいられるみたいな、つくねがあったかいんだっけ、確かなんか二重窓とか、そういうのがあったりとか、あと暖房ついてないと死んじゃうみたいな。あ、だから暖房結構つけるからみたいな、うん、でもあったかいかも、 それはあったかいね。うちも北海道だよ。おお、本当？では、北海道？北海道は？北海道。もあちゃんは秋田でも半ズボンだったし。いや、あれはマジで足死にそうだ。あれどうでした？やばい、あみちゃん寒い。寒い。実は。寒かった。寒い。寒かったか。ええー。寒かったな。やっぱ違うんじゃないですか。秋田の風とみたいな、あ、風は確かに海近いし、わかんないけど、潮風っていうやつ、うん、近いの？わかんない、わかんない、あ、海って、でも秋田県って海あるから、場所によらない、そうか、確かにそう、場所によるよね、多分確かに面してるわけではない、確かそうか、確かにそうだね。そう、なんかさ、若い子とかさ、今時の子ってさ、寒くないのかなって思うファッションしない？え、わかる、あと思う、今時私絶対寒さ重視、あ、寒さ重視、ここが暖かさ重視、重視、日によるな、あ、うん、でももあちゃん結構寒そうな格好してるだけじゃないですか。でもロングブーツ履いちゃえばぶっちゃけここまで隠れるから、あ、膝出る、うん、膝にすごい重きを置くんだけど、すごいね、最近すごい思うのよ、なんか学校で座ってても、うん、膝だけ出るから、あ、出るからなんかあのマフラーをね膝にかけるの一緒でも隠れないの、膝だけ、なんで暖かくないの、マフラー硬いよね、マジマフラーしか硬いな、マフラーないと生きていけない、教室なんて寒すぎて、え、教室ってさ、暖房が寒いんだよ、なんて言って、あ、分かる、あんま分かんないけど、分かんないのか、分かんない、何だよね、なんだっけ、暖房、そう、暖房って当たる席決まってるじゃん、あ、ね、私今の席めっちゃ当たるのよ、だから寝ちゃうの、逆にね、そう、あ、わかる、寝ちゃいますよね、でさ、なんか寝るときさ、間違えてみんなの目で寝ちゃった友達、え、もうなんかみんなの目で寝ちゃった、やばい、やだそれはダメだった、恥ずかしい、確かにそれはね、うん、あったかいとね、ね、
ってるもん、たまに暑すぎて。そっち。それはない。暑すぎてまくって。先生にね、暑いのって言われて。自分だけ。暑かった。中学の時さ、とか高校で寝てるって言う。寝る。中学の時は寝てなかったのに、高校になってめっちゃ寝るようになりました。マジ？寝ないんですか？反対。でも中2の頃はもうなんかもうすんごい眠くて毎回寝ちゃったけど、なんか中3で自分の成績上げたいと思って寝なかったの。えすごい、ほぼ寝てなくて、そしたら上がったの。でも睡眠だと良くないのか、睡眠してると良くないのかな。なんか授業聞けないじゃん。なんかこの間模試の時テストやってたんですよ、うん、テストやってて、みんな寝てたの、私の周りが、うんうんうん、そしたら誰かが寝言を言ってて、なんかそれそう一瞬だけ寝言を言ってみんなざわつくっていうテスト中に。でも私もなんかあの高校入って初めてのなんかテストみたいなのがあって、うん、課題テストみたいな、うん、それやった時に隣の後ろの人が耳引っ込んでて、びっくりした。なんか長かったのテストが、うん、みんな飽きてて寝てたっていう、うん、そう、なんか監督の先生にも、うん、ねなんだっけ、いびきと寝言はやめてくださいって、なるべく寝ないでくださいとかなるべくはなるなるべくなやば、電車の居眠りで頭を窓にぶつけてる、わかる、こういうことでもめっちゃある。なんかでもさ、電車でさ、端の時はこうやって寝るじゃん、とかこうやって、うんうん、けどもさ、真ん中の時ってさ、こっちも行けないしさ、うん、って考えたらこうなんだよ。あー確かに、思ってドンドンって後ろに、痛い、あるある、めっちゃ痛いやつだそれ。確かに、わかる。でも私前肌のこうやって、もリュックをめっちゃ目いっぱい上に上げてこうやって頭をつけるみたいな感じでやってます。そらちゃんだっけ、なんか学校に枕持ってったみたいな。そらちゃんがすごいな、学校に枕持ってくる。学校で枕持ってきてるか見たことないかも。知らないか、いいね、まあ、ない読んだろ。そうね、ランキング読みます、うん、はい、お願いします。じゃあ10位から。10位は大栗旬さん、はい、で9位が YTXZ しっぽの気持ちさん、どうこれなんて読むのか分かんない。8位は、KZYKSO さん、はい、7位がカエル社長さん、はい、6位がカズさん、はい、で5位がゆかりみさん、はい、4位が岸本リロさん、うん、3位が福ちゃんさん、はい、2位がミスちゃんさん、はい、1位がリサクさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あー戻った、はいはいはい、親子で見てるよ、ありがとうございます。親子ルイちゃん英語読むの苦手と見た。ちょっと英語はちょっとだけできません。ちょっとだけ結構できません。大丈夫、見えてないじゃん、ルリカ。全然平気、みんな見え、みんな映ってるからいいの。かわいい、みんな映したい。いいよ、全然ショールームなんだから。そうよ、映しな、自分しないで。全然声出演してるか今。あ、ラジオ、ラジオ出演、ラジオと。あ、ほちゃんめっちゃ映るちょっとだけ、そのでも一番あの理解ができない教科が英語、うん、え、それな、え、なんか何が分かんなくて何ができてるの。分かる分かる、てかマジ文法って何マジ文法って何ですか英語の文法って何ですか
言語じゃないから、そうそうそう言語じゃないから。なんかこの間学校で中国語のビデオ見てて、あ、もっとわかんないと思いました。どっから声出てるんだろうみたいな。どっから？なんか、なんかその日本語喋ってる声と全然違う声で中国語が出てくるから。そんな感じするね。そうそう。なんか確かに。なんか確かに、確かに。一番好きな教科何なの？好きな教科、うん、できるとかじゃなくていいんだよ、全然。数学、今は数学がすごい好き。今の分野はなんかすっごいできんのよ。え、すごいじゃん。何今の分野？微分。あ、積分とか。あ、そう、なんか微分は嫌いなんだけど。でもまだですよ、2年生、2年生だから2年生のこの時期に、ね、最終手段。ドゥオリン、あ、ドゥドゥオリングゴっていうアプリおすすめですぞ。だってこのあ、ダウンロードしてみます。絶対しない。絶対しない。微分は簡単だってって言われちゃった。微分難しくなかった、ね、難しいね。私がやってる範囲が簡単なのかもしれない。あ、そっか、できてるんだもんね。すごい。なんか私ができてる簡単みたいな。すごい。薄いよ、微分は。微分、積分、セブンイレブン。書いてある。すごすぎる。これはもうやばい、アカデミー賞だ、マジで。すごすぎる。なんだっけ、もう面白すぎる。え、すごい、どうでもいいこと言っていい？うん、この間コーンが置いてあったのね。で、それをコーン、あのカラーコーンっていうの、そうそうそう、あー、タイプかな。あ、そうです、そうです。それを見て、私がなんだっけ、スコーン、スコーン転んでて、スコーンって言ったら友達笑ってくれなかった。なんでスコーンが倒れてで、スコーンだったかな、なんか忘れちゃったわけだけど、なんかね、ダジャレを言うのにハマってて。いや、え、わかる、ダジャレっていいよね。なんかある、わかる、ダジャレってなんかある。ダジャレ、なんかダジャレ一番好きなのは、カラオケは一人からオッケーが好き。面白い。面白い、絶対面白いと思ってない。理解するまで時間かかる。カラオケは一人からオッケー。親父ギャグですか、この。めっちゃ好きなの、この親父ギャグ。親父ギャグ。親父ギャグ。何が違うんだ。ダジャレを作ったのは誰じゃん。あー、結構聞くやつ。結構聞くやつ。聞く聞く。ダジャレを作ったの。ダジャレはない。正直さすがですか。あ、待ってます、待って。私もそう、あと危なくない？切ってやる。切った？取って、これ取っていい？おたけ。忍者は何人じゃ。あー、確かに。まーちゃん通ります。何ですか。あ、はい、何ですか。ありがとう。スコーンとスコンブをうっかりレシピ。スコーンとスコンブ、いいね、みんなドジャレ大会開始じゃん。やだ、得意じゃん。漢字で出されちゃうとね、漢字読めないのよ。怨念って読むのかな。怨念がそこに怨念。本当ですか。え、これ何て読むんですか。え、いいよいいよ、どれ。これ、これです、これ。あ、なんか来ちゃった。待って待って、これです。なんか心み、なんか神。これ読めない。これ読めない。なんかいい感じの言葉なんじゃない、きっと。怨念、わかんないな。懸念？懸念かな。懸念？懸念？懸念がそこに怨念。懸念、わかんない。レモンの入れ物、あー、アルミ缶の上にあるみかん。わあ、それも好き。待って、相性合いました今。アルミ缶。相性合いました。相性合いました。ミジンコが爆発して、コッパミジンコ。あ、怨念だ。怨念、あー、怨念、あー、恨みだって。恨みだった。結構、恨みの意味、なんて言うの、失念、ちょっと英語か。あ、執念、執念。おー、なんちゃん、漢字得意ですか。うん、得意。漢字なら割と聞こう、みんな。それやばい。こんな感じなんですか。漢字見つけたら、まーちゃんに聞こう。そうね、執念から。モンブランの上から変なモンブーラン。わかんない。めっちゃおもろい、それ。メモりたいぐらい。ルリのタイトルだ。あ、ブラン、あ、そういうことか。ブラン。ブラン。伸ばし棒かな。ブラン、え、めっちゃいいね、みんな。バッタがバッタを頑張った。バッタを頑張った。あ、なるほどね。なんだ、ハサ、なんだっけ。なんだっけな。ハサミであったんだよね。ハサミのダジャレ。ハサミを挟みますみたいな。あ、そんな感じかも。忘れちゃった。そのまま。ハサミに挟まれたとか、そう、怖いな。怖すぎ。あ、こんな。気をつけ。布団が吹っ飛んだ。お山に布団が吹っ飛んだ。お山みたいな。ピエンでピエン。ちょっと聞いてない。やってない。やってないかも。うちの地域だけか。
うん、校長先生絶好調。あ、それはでも結構聞く。あ、私初めて聞いた。え、マジっすか。マジっすよ。マジっすよ。マジっすよ。え、ダジャレ大会見てんじゃん。ダジャレを作ったのは誰じゃ。カッター、あ、カッター欲しかっただ。そうだ、ハサミじゃない、カッターだ、思い出した。近い。カッター欲しかった。ユーラシア大陸でユーラシア大陸ってユーラシア。ああ、そういうことね。そう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 。絶対一番嫌なやつ。ああ、ちょっと気まずい。ああ、一番嫌いじゃないのに。買った買ったら高かった。ああ、うんうん、いいね。みんなすごいね。ゴキブリの動きぶりや。いつまでやってない。テロップを考えよう。テロップ幸せの何がいいかな。初心者、初見さん大歓迎ってやるといいよって教わった。そうすってみるか、うん、初見さん大歓迎ってみんなが教えてくれた。スキルアップしたの昨日私。おー、ショールームのありのままに生きたり面白い。初見さん大歓迎。私ね、これね、ずっとね、初見だと思ってたの。でもなんか違うってことに気づいて、出てこなくて、あの変換で検索の、そう、うん、で初見じゃなくて初見だったっていう。いや、気づいた。それ小学、あ、でも小学、びっくりした。そこか、6年生くらい。よかった、最近じゃない。うん、それはまああるよ、うん、う、誰にでもある。みんな大丈夫さ。小学生の時初見、初見しっかりいっか。はじめまして、初見。はじめまして。初見です。これは初見って読むのかもしれない。ルリちゃんから、ルリちゃんが言うくらい初見です。初見なんです。初見なんです。幸せな青い、あ、青いがアロイになってる。青いルリがもはやダジャレ。幸せの青いルリ。あ、確かに。青いルリの幸せな青いルリ。うん、本当だ。幸せな青いルリ。みんなのままで上手ピンネリン。初見さんがいっぱいいる。初見さん、初見さん、ありがとうございます。初見さん、初見さん、髪の毛よう、よ、なんか話しかけてあげて。皆さん最近元気ですか？お元気ですか？お元気ですか？今日は土曜日か。あ、今日こんなの日だ。あ、撮っといてるわ。最近、あー、見えてないんだよな。私知ってる。あれだよ、将棋の人。ああ、羽田修吉さん。羽田さんね。の出てるやつ。昨日の配信ルリちゃん見てたんだね。そう、ルリちゃんね、リナちゃんのやつ見てた。そう、見られた。なんかね、私ね、なんだっけ、今度一緒に行こうねみたいなやつをねコメントしたんだけど、一回目それスルーされてすっごいショックで。お寿司？お寿司だ。お寿司かなんかクレープか忘れたけど、うん、なんか今度一緒に行こうねって言ったら無視されちゃって、二回送ったら二回目で食いついてくれたっていうね。だから、あの1回目の時ショックすぎてスクショしちゃった。そこやばすぎ。無視されたと思ってスクショしといた。お寿司がいい。お寿司食べたくなってきた。出た、ルリの口癖。お寿司食べたい。焼肉食べたい。焼肉も行きたい。すっごい焼肉行きたいな。言わないルリ。さっきクレープも仲間入り。そうなの、うん、クレープ美味しいね。クレープすごく好き。クレープ。あ、そう、そうなのよ。お寿司握りたい。お寿司握ったことないかも。でもさ、なんか握り方ってわかるくない？なんかやるやね、うん、音いい、うん、好きなお寿司ネタは縁側とサーモンくらいかな。もう、うん、カッパ巻き、つぶ貝。つぶ貝好き。おすごいじゃん。あの、なんだっけ、ラジオの初回の方で言ってた、うん、言ったかも。どっけ、言った、言った。なんかさ、寿司ネタマストなんだみたいなあった気がする。そうだそうだそうだ、そうそうそう、確かに記憶にはある。ちゃんと覚えてる。すごい記憶力。あ、茶碗蒸しか。茶碗蒸し好き。まあ、茶碗
ちゃんの最高記録。そう。何倍にしたっけ？ 13？ 11個。11個か。やば。すごい。あ、でもそっからまた食べたの。実は。そうそう。だからマジうちのおばあちゃんが茶飯食べたらもうね茶飯嫌いが。なりますか？なる。どんな茶飯だった？硬かった茶飯の卵。いや。なんかなんていうんですかねあれ。アルミホイルみたいのに包まれてるっていうか。ああ、でも給食でそうです。給食できたやつだから。本当にマジで美味しい。もあちゃんのおばあちゃんのやつが美味しい。本当に美味しいの。食べれない。もういつか食べてほしいですもん。ドッキリで。マジで美味しい。ヨーグルトだよって言われて。メイク塗って。プリンです。茶碗蒸し。なんかもあちゃんが茶碗蒸し食べたって聞いてすっごい今茶碗蒸しが食べたくなりました。美味しいよね。もうたまに食べたくなるっていう。一時期ハマってたかもでも。すぐなくなる茶碗蒸しってのと食べた感じしなくないあんまり。お腹にはそんなたまんないよね。そうなんだ。しかも今寒いからお寿司屋さん行くまでにさ凍え切っちゃって。わかる。そうか。中で食べるあったかいものが茶碗蒸しみたいな。あったかいものは。あったかいものは。もあちゃんのおばあちゃんに食堂を開いてもらって本当美味しい抹茶めっちゃ美味しいよ。美味しいるいちゃん嫌いな食べ物はピーマンです。でも私はおばあちゃんが作った足わし あたすは、うん、おばあちゃんの作ったピーマンなら食べれる。でも普段は、負担はあんまり食べれない。そうなんだ。何の違い？甘かったんですよね。あ、なんかピーマン自体がなんかピーマン味を感じなかった。ピーマン味。2人はスタプラって質問来てるよ。自己紹介しますか？じゃあ私から自己紹介しますね。ウッカの、青いルリです。高校2年生17歳です。はい、はい、うか、ゆうきりな、18歳、高校3年生です。はい、高校1年生、15歳のこの3年生です早いね、早いね、コンスタントに行きましたね、今これだったら変わんないよね、あんまり量数的には、量数的にはいいかもしれない。いいですね、これ意識わった、もあちゃんのこれから中年生と待って、16歳じゃん15歳間違いが。16歳じゃん。まだだったのかな。やだ。あれ？おかしい。三倍速。三倍速。めっちゃ早かった。早口。16歳。いや、ございます。でもなんか誕生日になった1週間くらいは実感湧かないですよ。そうそうそう。なんか言うときとかはさ、もう本当になんか15歳のせいじゃまで言っちゃうんだよ。なんか流れっていうか言葉の流れが分かる。あ、もう染みついてるのね、体に。17歳、どうしよう、18歳って言えるかな。まだじゃん7月やん。あと半年。来年成人式、成人になるけど成人式じゃないんです。成人式ないの？20歳に成人式。成人式一緒？いや違います。20歳に成人式なの？20歳に成人式。成人式って20歳なの？なんかでも地域によるのかな。あ、でもなんか人によるっていうか、あ、違います。はい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 、なんか成人18歳に上がるじゃないですか。で、なんかその18歳の代はあれ18歳でやるの？なんかまとめてはしない。なんかあ、でもなんか場所がいいんじゃない？やるのか、まあ、わかんない。私は、はい、私何歳でやるのか。でも18歳でやるとこもあるのかもしれないですね。え、来年成人？いや、多分違うと思います。わかんないです。え、自分がどうなるか。まだ成人にはなる。あ、成人にはなるけど。え、成人になる？なるけど、成人式はしない。あ、式はしない。しない。式はしない。式ってなんかいつなんかさ、みんなフリースタイルの話とか一切してないから。あえ、なんでだろうと思って。なるほどね。そういうことか。多分。え、何色の袴じゃない？フリースタイル袴。急に袴。あ、成人式感出せないで。私黄色い袴着た、小学生の時。小学生袴だったの？自由で何着ても制服っぽいのもいいし袴もいいよって言われて袴にしました。まあ制服だった。私も制服でした。何色でした？何色？制服に色ってある？制服、え、あの学校の着てる。ああ、中学校、え、うん、中学校の、あ、そう、へえー、そう
なんかでも小学校の時より中学校の方がなんかスカート長くさせられるから、後ろがなんか伝えだったよね。私の一番人生の中で短かったスカート幼稚園です。制服で一番短かったの。なんか幼稚園って一番可愛い長さしてるから。確かにね、中学校とかになんか長くしてるとさ、なんかでさ先生の前で言って結構待ってあえて今名前呼ばれて名前って注意されるから、不意に注意してくる。そうそうそう、マジかバレたやられた。あるよね、切ないな。なんか数年前まで自分の幼稚園の、うん、あのその制服の子をたまに見かけたのに、最近全く見かけないんですよね。なんでだろうって潰れた行かない間に潰れてたかもしれない。コロナかな。あ、なんかあれなのかな。なんか生活時間帯もなんか幼稚園児のいる時間に家にお風にいないからっていうのもあるかもしれない。ああ、それはそういうことね。そう、昼間ね、だって学校行ってるとさ。確かに、まあ、でも私の学校すごい分かりやすい制服、なんかカバンが分かりやすくて、そう行きたいな幼稚園。幼稚園、うん、制服変わることまで、実は制服が変わってるのかもしれない。あー確かに、そ気づかないな。あー、ね、どうしよう、可愛くなってたりやだいいじゃん自分が着てるだけ。え、それだ、自分なんか嫌ですよね。振り袖何色着たいんだっけ。あ、そうだ、黄色。いや、着たのが黄色。あ、袴が黄色 で見たいの、着たいのは白か赤がいいなって。白、白やばすよ。え、でも白がいい。あ、でも可愛い。確かに可愛いかもしれない。白かなんだっけ、赤。赤、赤ね、確かに。何色？でも赤は好きだから赤がいいけど、でも赤って結構いるじゃないですか。そこないよ。そうだから、なんか赤着るんだったら、なんだろう、黒がいい。おお、黒ですか。黒がいい。かっこいい。希望はね、今の希望は。ち結構大人っぽく見えますよね、黒だと。そう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 。まわちゃん真っ白だからいいかもしれない。楽しみ楽しみ楽しみ、みんな楽しみに待っててください。何年後？4年後。まあ、ちゃん4年後、3年後、2年後、2年後かな。おー、楽しみ。みんな 何色着たんだろう。でもすごいよね、成人式でさ、会う時どんな感じなんだろう。どんな感じなんだろう。だって中学以来会ってない子とかもたくさんいるから。確かにやば、名前覚えてるかな意外と覚えてないものだよね。やばいね、絶対覚えてない。難しいからね、人の名前って。そうなのよ。吉田の子が星座マンションに出ると思った。え、そんなことありますか。萌ちゃんに気づかない。萌ちゃん嘘じゃん。そんなことある。マリケリ、うん、私は赤を着ました。赤やっぱいいよね。いいね、赤いいね。私もね、着たいね。あのブランド決まってるの。早っ。すごくない？ブランドとかも？なんかそのどこどこのなんか、そう、すごい期待ブランド。そう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 、決まってるの。いいね、早い。もう注文できんじゃん。そう、でもなんか見たら京都にしか本店なくて、こっちで借りれないのかなみたいな。そこまで行く？朝一で行って帰ってくる頃には終わってるみたいな。やだ。写真しか撮れない。始発ね。間に合わないか。間に合わない気がする。全泊？そのまま。全泊やばい。全泊。なんかね、そう。好きな人が着てて、そのブランド憧れの人が着てて、いいね、明治モデルやってたのかな。いいじゃん。そうそうそう、どこ着たかった。わかんないけど、ブランドってある。多分ブランド店舗かな。店舗わかんない。店舗は京都、本店が店舗。わかんない。難しい、そういう話。うん、おしちゃん、おしちゃん、鳥のお面つけてるし。大変。何種類も着て、確かになんか一着って選びづらいから、あの時間で何時から何時この色を、何時から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 早着替え。早着替え。ステージみたいな。ありあり。あ
もえちゃんとりなちゃんがいます。いません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 。そっか、もうリリーが発表されたのか。そう、アリオ発出ね、場所の発出ありました。発表された。おお、アリオ橋本さん、インスタ。インスタ、いやインスタでも投稿されてるよ。昨日発表してるじゃないですか。え、私昨日言ってないです。リリーベ多分言った。だって私たち言ってなかったでしたっけ。言った。あ、22日、わかんない。今日だ、今日発表。橋本いいところに行ったことないです。昨日めっちゃ急いで告知したから。2月とか3月の告知して。2月19日がアリオ橋本、神奈川県で、その次の日の、次の日だ、2月20日愛知県の愛知県愛知県愛知県のエアポート往復名古屋。なんかこれ空港とかの近くですよね。空港近いですか。エアポートってもう調べたんだよね。もうどこら辺なのかな。やばらしいです。めっちゃブンブン。え、飛行機です。で次その3日後東京名古屋の確か飛行機はないです。あ、ないんだ。ない。え、じゃあなんで？ある。名古屋から他のとこには飛ぶ。あ、行ける。あ、そういうことか。そういうことか。へー、そうなんだ。みんな来てくれるのかな。次が、次が2月23日祝日が、東京でマリーグラン大阪。これが、赤坂でした。間違えました。今東京で間違えました。赤坂。赤坂でした。え、これが、なんだっけ、はい、天皇さんの誕生日。ああ、だから赤坂なんでしたっけ。令和天皇さん。令和天皇さん。わかんない。でも祝日だったかな。飛行機ある。なんだ。でも高いです。そうそうそう、あの名古屋そうあるんで、あの愛知在住なんで行こうかなって言ってる方いるので、ぜひぜひ来てください。待ってまーす。2月20日日曜日。1000人超えてた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。メモったかな、みんな。リリーベ、そう、来てね。で次が3月5日に大阪セブンパーク天美天美奄美やりますね。でその次が3月27日日曜日に、私たちは1回やったことあるんですけど、西米競輪場というところでやらせていただきます。ありがとうございます。橋本と西武園行く。おお、ありがとうございます。ぜひぜひ。大阪近所なんです。いいな、大阪。え、大阪初めて行きます、私。本当？いやば、初大阪。てかもうね、メンバーとね、あのね、わかんないけど、あの例えば泊まる時とかあるんじゃんのホテルがめっちゃ楽しいな。もうそう、早く平成だ。そうそう、グッチョパーとかで分かる。今は一人が多いけど、一人で泊まってないですか。そう、コロナだから一人で、なんか集まったりするときは誰かの部屋に集まったりするんだけど、ダメだと、なんかバスタオルかけてるとそれが幽霊に見えちゃってもう怖いの。でもお風呂のじゃんけんとかはないから、確かに楽かも。だけど、そう、あと寝るタイミングが自分のタイミングでいいから。確かにそれは。るいちゃんにご挨拶行かないと。待ってます。初対面か、イベント。やったね、うん、ぜひチーズケーキとか。え、そうなの、なんか言ったっけ、なんかさ大阪でさ、うん、なんだっけ、カールおじさんじゃなくて、クリコですか。クリコじゃない、あの、なえ、なんとかおじさん、そうそう、あのおじさんだっけ、なんだっけ、なんとかなんだっけ、おじさん、なんとかおじさん、リクロおじさんそう、リクロのケーキをソラちゃんと食べたって。あだっけ、買いに行ったら終わっててもううちらもうマジ食事大阪駅ダッシュしたのにもう変だったから、本当もう月絶対場所と時間を下調べして、有名なの、有名だからさ、なんかみんな、なんかおすすめのお土産っていうか、なんかそういう食べ物とか知りたいかもね。愛知だったら手羽先みたいな。そうなの、愛知、愛知一回で聞いたことあるんだけど、そう、そうライブ見に行った。いいな、忙しかった。なんか47都道府県行きたい。あ、いいね。そう、沖縄から片っ端から行ってみたい。ひつまぶしもいいし。でもね、ライブの時の
お買い物買う時間まじ10分とかだからあのダッシュでマジでそうこれとこれとこれみたいな、そうでリスト作んなきゃ、急いで買って戻ってくる、カツカツの。私仙台行きたい、牛タン楽しい、牛タンが食べたいの、牛タンいいね、お腹空いちゃったよそんなこと言われたら。いや私もめっちゃお腹空いた最近ね、私がねすごい関係ないんだけどハマってる食べ物がありまして、うん、ニューデイズさんのチョコチップミニスコーンみたいな名前のスコーンです。スコーンです。おいちょ、届かない、これ見せない方がいいかな、の読みますね、一口サイズのチョコチップスコーンですなんか雪がかかったパッケージに入ってる透明のやつなんですけど、ちょっとニューデイズさんにぜひ行って探してみてください。食レポしてみて。食べ、食べます皆さん。やった。やった。やった。めっちゃ絶対美味しい。あ、あ、じゃね。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。映っちゃった。こちらです。こちらでした。こちらです。あの雪の結晶がね。冬、冬仕様になってる。いただきます。どうぞ。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただいてください。美味しいですか？え、食べます？食べますか？いただきます。最近ね、なんかチョコチップのそうさっき言われたんだけど、チョコチップの入ってるものをよく食べてるって言われました。うん、あのローソンのメロンパン、チョコチップミニメロンパンみたいなのがすごく好きだったんですけど、うん、なくなっちゃって。多分期間限定かなんかで、なのでそうなんか似たようなものを見つけて買いました、うん、ありがとうございますね。パン食べてるよね、チョコチップパンもよく食べてる。そう、なんか何本もあるからさ、私だけじゃなくて誰かも食べれるじゃん、こう構想確かによくもらうだから絶対お腹空く食べますって言います食べてください、みんなでね食べれるから。無印のスコーンも美味しい、食べてみよう。スコーンもなんかこれ食べて美味しいなと思ったから食べたいなと思った。美味しい、スコーン美味しいよね。スコーン。スタバの、あ、スタバの新作飲みました。言ってたね。あ、え、どうなの？うんうん、あのフラペチーノの方はあのパパと一緒に買いに行って飲みました。え、なんだスタバの新作？知らなんか、でもホットの方も見たくて、うん、なんか寒いからね。今日帰り買って帰ろうかなって思ってます。え、美味しそう。美味しそうですよね。美味しそう。それです。え、美味しそう。めっちゃチョコレートのやつ。そうだ、もう一度バレンタインだ。もうちょっとでバレンタインって多分そこらの男の子よりもそこらの男の子よりも私たちの方がもらえるから、だなんていうの、女子って友チョコ交換するじゃないですか。だからやば、最低そこらだからそこらにいるなんか男の子よりもたくさんチョコレートもらえるから、あの女子にとってはすごくねいいんですよ。そう、男の子にとってね、なんかもらえるかもとかドキドキ思うかもしれないけど、そこらの男の子やばいね、かわいそうなんだけど。絶対いるよ、いるよ、もらう人。いや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 、10個とかもらってますよね。私だってもらうもん。じゃあ危ないわ、もう今年ルリには。え、あげないの？うん、ルリにだけは。やだ、そうごめんね、みんな、私多分みんなよりねバレンタインもらうのよ。やばま、なんだろう、ありがとうございます。ありがとうございます。何やったの？そうそうそう、大体の男の子がそこらの男の子だよ。かわいそうに。去年ね、おじいちゃんとおばあちゃんにねチョコレートを買って、お母さんにおじいちゃんとおばあちゃんに渡しといてって言ったら、おじいちゃんだけお母さんが渡しそびれて、それをそのままあのお父さんにあげたら、お父さんがあのなんだっけ食べて、お父さんにあげたけど私が食べたんですよ。そしたらそれをそのままあのそれをそのままじゃないな、お土産、お土産じゃないなっていうの、ホワイトデーにお父さんにねもらいました。ごめん、全然聞いてなかった。いいの、ホワイトデーお母さん、お父さんにもらいました。いいの、みんなが聞いてくれればいいの。みんなぶっちゃけチョコ好きなの女の子です。そうなのよ、ごめん。チョコレート、チョコレート、チョコレート、なんかお腹空いてきた、チョコレートとか言ってるから。あ、それすごいあの好きで、おばあちゃんのお腹空いて
なんかお腹空いたパートどっちもえ、やばいじゃん。そうなの、ね、トリキューもそうそうそう、お腹が空いたから、よく料理言ってるよね、お腹空いた、そうお腹空いたって言ってるお腹空いたパート好きでね、よく言っちゃう。いいよね。絶対好きな人多いと思う。あ、なんかいい感じね、この角度。女あ、ちょっとセンター行ってよ、センター。ドゥーン、おい、雑誌の表紙じゃん。ドゥーン、雑誌の表紙隠さないね。今スクショできた人さすがすぎる、うん、一瞬だったから。もうすごい、もうプロじゃん、もうスクショのプロだよそれ。私なんか暴れすぎててスクショできないって言われてたから、ちょっと今日はおしとやかに行きます。そうそうそう、今日紫色のね、うん、髪が来てる。スクショできたよ。おお。今ね、りなちゃんがね、遠回りしてね、何しに行ったのかなと思ったのよ。自分のカバンの方にぐるって回って行ったからと思ったら、目薬差しに行きました。目薬ぐらい差し入れて、なんだろうと思ったら目薬でした。目薬ですよ、目が乾いちゃうからね、大切だよ。そうね、ドライアイだから。そう、目薬ねってやっていけないから、実はこのご時世そのご時世、いつでもだわ。そうなの、いつでもね。あ、やば、あと3分だ。ちょっとあの、え、こっち、あの本当だ、あの告知だ、違う、あのあのあれだ、ランキングだ。そう、ランキングのね、1位の人にね、名前を書くからね。うん、そうそうそう、ちょっと待って、ね、ありがとうございます。準備しとくわ。いい、じゃあ1位の方見ますね。今から調べます。どこでじゃあリビームとランキング1位はリサクさんだ。じゃあリザクさんのお名前書かせていただきます。なんか好きななんか動物とかありましたら、あの言ってください。書きます。リザクさん、リサクさん、何の絵文字書く、何絵文字じゃないや、なんかキャラクター、何がいい。リザクさん、リンゴのリか、これの、そうそうそう、まだ見せない、書いてるから。リサクのリはリンゴのリ、リサクのリ、あと何がいい、猫、な、猫か、猫って何色、うん、猫は黒で、黒じゃ寂しいか、紫色の猫を描きます。猫です。他に何かある、ありますか。なんか今結構寂しい、猫、あ、ばばば、ちょっとあの時間ないんでクローバーをごめんなさい、こんな感じでスクショしてください。あ、逆になっちゃうか、これ、うちらちょっとつながる、すいません、逆になっちゃったかも、すいません。取れました、リサクさん、やめました。じゃあスクショできましたか、ちょっとこっちはちゃんと見えてる、あ、じゃあ判定してないのか、よかったよかった、逆になってない、よかったよかった、ありがとうございます、リサクさん。それでは告知いたします、お願いします。はい、告知はい、告知さん、はい、やってまいりました。アナウンサー風に、はい、ね、あの、はい、うっかのマジで先ほども言わせてもらったんですけど、リリースイベントが、モアモアモアのリリースイベントが2月19日土曜日、神奈川県アリオ橋本であります。そして2月、はい、その次の日20日日曜日、愛知県のエアポートウォーク名古屋にてあります。で、はい、2月23日水曜日祝日、東京のマリーグラン赤坂、3月5日土曜日大阪セブンパーク奄美、はい、3月27日日曜日、はい、埼玉西武園競輪場にて行われます。やったー、はい、はい、で2月5日、一番最近だと
最近最新だと2月5日にですね、土曜日に、ショービーアイドルフェスフェスティバルに出演させていただきます。イエーイ、よろしくお願いします。はい、そしてあの、はい、すいません、私そらちゃんなんですけど、はい、2月27日それぞれ生誕祭がありますので、皆さんぜひ来てください。今ねセットリストとあったり他のことも考えて、うん、あの結構ね楽しいんじゃないかなと思ってますので、行くべきだ、来てください。はい、行きます。ツアーかな、ツアーですね。めっちゃーが4月2日、3日、10日、10日にありますので、名古屋、大阪、名古屋、東京、大阪、名古屋の順番でありますのでぜひ待ってます。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではね、ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。来てくれたからありがとうございます。青いルリの幸せの青い幸せの青いルリのショールームに来ていただきありがとうございました。またいつかやるのでぜひ来てください。それではまたいつか、ありがとうございました。またね、バイバイ。皆さんのキストにも来ていただき、ああ最後にお星が、さよなら、あバイバイ、あ退出できません、どこだ、ここか、どこだ、さよなら。